発見ツイッター探偵団。そろったかな <laughs> えと ?5 月30日となりました、22時、発見ツイッター探偵団。本日も、店員の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 あのそってたら揃ってたよっつってあのチャットであの、えー、激励をいただけるとやりがいが出てきますんでよろしくお願いいたします。はいえー、っとそれでは、えー、本日も、えー、木曜日ですね。えー、木曜だいサイクサ元太郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。 えー、そして、えー、副団長、長野区議会議員、吉田光一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いします。はい。そして、判定団団長、長尾隆前衆議院議員です。今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします、えー。今日は、あの、お二方、どんな一日を過ごされましたさゆざさん、あの、めっちゃ忙しいんじゃないですか、今。えー、いやなんかあの、 ご調書もあのあ<ー>増刷が決まっておめでとうございます。あありがとうございます。うですあもうちょっとあれ自慢しないと。2> 2とあそうか。これ二冊ともえっ、ー、と決まりましてですね。はい。皆様のおかげです。ありがとうございます。またよろしくお願いします,す、ね。ありがとうございます。はい。えあのそれで終わり？今日は。ああとあとねあとなんか来週から十二からですね、はい、あのお昼の十二時から三十分間 なんか生配信を、はい、あの文化人放送局さんでやらせていただく方向に今なってるんですが、え僕が危機音痴なためにです、ね、はい、YouTube とかの,あの接続の,あの問題が今、解決してなくてです、ね、まあ、なんとか、はい、あのな間に合わせる方向で、あのスタッフの皆さんが頑張ってくださってるので、なんとかなると思います、多分え何時から昼の12時って言ってましたね。 そうすると、僕のチャンネルと丸かぶりですね。え、そうなんですか、いや、それはもう僕は最初、いやいやいや、それはいいです、僕はだから12時30分から、夕刊フジのやつがあるんでね、僕も最初ね、12時30分からやったんだけど、かぶると申し訳ないなと思って、12時に繰り上げたんですよ、それは別の話ですんで、でも頑張ってください。 じゃあ,あの視聴者、分撮合戦、頑張りましょう、よろしくお願いします。そして吉田議員は、えー、今日は、はいあ、副団長はどんな一日をお過ごしで、はい、はい、今日もですねあの、独自の戦いを繰り広げておりまして、ですね <laughs> あの、まあえー、自分は商店会長やってるので、えー、夏の盆踊り大会に向けて、あのご近所の商店街の皆様に。 あの提灯慶次のお願いにですね。一個三千円でお願いします。あの、まあぐるぐる回って、その後は団長と同じく。一万人集会武道館に、あの、行っておりました。はい。あ、どの辺にいました。地方議員の席。地方議員の席です。はいはい。あの。前から二番目。はいはいはい。ね、岸田総理がね、あの、しゃり始めたら、なんかちょっとざわつきましたな。 あ、僕にあの提灯を売ってたんで、ちょっとお遅れて入ったんですよ。あ、<laughs> 遅れたの。<laughs> そうですよ。で、ちょっと最初、開会のとこ、出られなくて。あ、いや、すごかったですよ。はい。三階席の方からね、えー、もうなんか、あの、気の狂った、なんか翼の塔が来てんのかなって思うような、そんな感じでね。え<っ>えー、あの、十五六人のおまわりさんに、あの。 両脇抱えられて、てえー、あの強制退場で、岸田総理が一生懸命に喋ってるのに、みんな誰も聞いてないっていう、その騒ぎに引き取られて、<laughs> 騒ぎでね、なかなかねあのあのあの、こういう言い方よくないんだけど、あの通る声でね、そんなことがあのございました、はいまあ。後ほどその話も え、出ると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と。 それではあライブートの告知を読ままていただきます、えーえー、私と、えー、副団長、三枝さん、小野寺さんの、えー、コラムが連載されています。文化人ダイヤモンドクラブ絶賛配信中です。えー、ダイヤモンドクラブの URL は概要欄に、えー、掲載しておりますので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。えー、そして本日も、えー、金曜ライブでございますので、22時40分までに視聴者が2000人を超えた場合は、23時まで一般、えー、ライブを延長。 超えない場合は22時45分で終了してメンバー限定に移行させていただきます。あ、そういえば先週はあのサイクさんどうもすいませんでした。ええー、なんかもうね、ああ台湾の台湾じゃないよ。えっとインドか。いインドの方ダラムさらにちょっと言ってました。本当すいません。冒頭その、えー、あのお詫びとお礼を言わなければいけないと思ってきて、本当ありがとうございました。ああ もうなんかあの副団長とサイウサさんでやった方がいいんじゃないかっていうそういう声もあるようでございます、ねえー <laughs>。暑くて暑くて大変だったんですか。それは文化人放送局さんのご判断ということで、はい。え、あ、あね、暑くて大変だった。デリーは四十三度だったんですけど、えー、私が行ったダラムサラは標高が二千メーター弱なんで、まあ二十九度。そんでもまあカラッとしてたんでね、えー、あのー。えー 標高の高いところにありますんではい。まあ本当あの先週はありがとうございましたお疲れ様でした市団長にもご迷惑をおかけしましたはい。それでは本日のお知らせ書きですえ一般公開ライブ都知事選の展望え蓮舫氏はボーナスを受け取るのかね。明日が5月の31日6月1日時点のえお席があるかどうかでえ決まってまいりますえ保守票の行方は翼の党の招待岸田政権で憲法改正あるか まあ、副団長も私も今日一万人集会に出席してきましたんで、まあその辺はまたあのこのコーナーでお話をさせていただきたいと思います。え、そして今日は文化人アンケートがございます。えー、探偵団員の皆さんえー、どうかあチャット欄えー、ご注目をいただきたいと思います。えー、文化人アンケートうん、珍しくあの為替の話ですね。現在のえー。 円ドル為替レートは1ドル150円台でトランプ大統領が誕生したら円安を是正すると言われています安倍総理は1ドル300円で景気大回復と言っていましたがあなたが思うドルに対する,ドル対する円の適正価格は1今は150円台で物価高騰しているこれで OK2、OK、輸入価格が高騰するから1ドル120円3出のみをして単純に1ドル100円 4安倍総理の提唱した1ドル300円この4つの選択肢どうか一般公開ライブ判断の22時40分までにぜひアンケートにご協力のほどよろしくお願いいたしますはいえそれでは本題に入ります土地実践危険な状況1松ぼっくりさんのえツイッターですねいやなんかねあの都民の罰ゲームなんていうねあの言葉が流行り始めておりますが 都知事選は選びたいが候補者が言いない都民の罰ゲーム状態になっている、百合子は公約達成ゼロ、蓮舫なら移民が増えて治安が悪くなりそう、石丸はバズり目的で論外、しかしまだ時間はある、東京豊かに強くしてくれるまともな候補が出てほしいということで、まあ、これ、ハッシュタグの中にね、北村弁護士ってありますけども、昨日、北村さんはあの出馬しないということをまあ明確に。 されておられますのでま、えー、ますます出口が見えなくなくってきている、えー、っと3番、ね、これ、三枝さんのツイッターですんで、えー、っと1番、2番、三枝さんから会社とコメントいただけますか、お願いします、はい、まあ、これね、あのー、都民としては、まあ、僕も一応、都民の一人なんですけれども、もう泣けてきますね、結局、あの僕の,、ねえー、の YouTube チャンネルにも、あのー 平井浩二さんが出てくださったので先日3日ぐらい前から、うん、でその時にお伺いしたんです、えー、日本保守党から誰か出ないんですかと、まああのー、平井さんはああいう誠実な方ですから、えー、決めるのは僕あの自分じゃないからということで言いながらもですね、まあ、ちょっとなんとなくヒントを頂い,いて、まあ、この時期に準備がまあ整っていないというかまあ おそらく出ないだろうなと僕はあの平井さんが明言したわけじゃないんですけど、えー、まあ感触としては、えー、そんな感じでしたとなるとですね確かに僕はあの小池さんほとんど、えー、公約達成してませんし、まあ、その公約とやらもなんかちょっと謎めいた抽象的なものが非常に多くてですね、うん、えおまけに、まあ、あの神宮外苑の木の伐採問題それから太陽光パネルの、えー、義務化 えー、とうとうですね僕が考えている、えー、理想の方向性、まあ、どちら僕はもう当然、石原慎太郎さんみたいな、ああいうです、ねえー、歌舞伎町の浄化とか実行力もあったし、それからディーゼルガスも、えー、東京都内に入れないようにしたし、えーまあ、非常に僕は功績の大きい、ただ、左派の,の,の言うようなあの極あのなんていうの国家主義みたいな方では決してなかったと。僕は 思っているんですがもうど,んど,んどんどん今そういうあの石原さん的なものからですね、遠ざかってきてしまっている状況で、まあでも連邦さんにしたらちょっと本当にドラスティックな、もうわけのわからない、えー、政策外国人投票条例の都内版みたいなのをですね、やられた日にはちょっとたまったもんじゃないので、まあねお、あの、もちろん先生たちもこれは困ったなと思ってらっしゃるでしょうけれども、僕も困っております。はい。 えー、同じ東京都民、えー、副団中いかかがでしょうかいや本当にもう地獄ですね、もう本当に地獄なんですけれども、まあ、この状況だ、なんだろうな、えーまあ、今出てきた人たちだけだったら、まあ、同じ地獄でもです、ね、一番ましな地獄は、まあえー、現、えー、知事しかないんですけど、でもそんな地獄をです、ね、ちょっと有権者に、あのーまあ、強制しないでほしいと。 だから、こういうことを言うとね、逆にお前はもう部外者で無責任に好きなこと言いやがってって、まあ、炎上するのはあの覚悟で言いますけどあの、まあその、日本保守党さんがね、あのこういうところがあの政治家の経験がない方たちがやってる党だと、あの分かってないなっていうことなんですよ。 これあの政治家をやってた人間がその執行部、党首だったら、都知事選で候補者が立てないってことはありえないんですね、あのこういう、まあ、特に自民党がこんな状況、低たらくで、独自候補立てなくて、まああの、小池さんにすり寄るような、こん,こんな絶好の,あの機会、二度とこんなチャンス来ないんですよ、あの自民党が立て,立て直した後は。いや ここで、その立てない、その立てるためにはもちろん、昨日今日で準備できるわけなくって、本当は15区の補選をやっているときに必死にやってなきゃいけなかったんですけど、そういうことも含めて、やっぱりあ、本当に日本ってこうだなっていうですね、まあ、そのように悲しんでいますが、本当は、まあ、北村弁護士は、あの、まあ、 いろいろ自分のことをねあの、えー、等身大に評価をされて出ませんとおっしゃったと思うんですけど、あのここはあのもう身,身を投げてでも出るというあの選択肢をあの取っていただけると、本当は良かったなと、まあ、もちろん他にもあの日本保守党系でいらっしゃるんですよ。でその方々にも,です、ね、もうここはじ自分が 1あの一回あの傷がついてもですねあの日本のためにあの日本保守党の知名度を上げて、えー、票を掘り起こしてと,あのということを考えていただけると本当は嬉しいなというふうに思います。 政治の側がね、やっぱり選択肢を示さないっていうのは、本当にあの有権者をあの冒涜しているに必要しいですよね。まあ、今日も後であの、出てきますが、あの憲法改正。まあ、これもそうですよ。国民投票法があるならばね、えー、選択肢を示すということです。で、どうもね、まあ、こうやって候補者の、なんか政策のことよりも、なんかね。 あの卒業してるのか、あるいは国籍がどうなのかとか、あいわゆるこの政局の中での、えー、議論がちょっと中止になるってのは、やっぱり良くないんですけど、今日ね、ある方にあの聞いたんですけど、最近なんかやっぱり東京都知事、小池さん、テレビ出ずっぱるらしいですね、つまりまだね、出馬表明してないんでしょう、そうだよね、確か。うん、要請を受けて あのまあ、検討する、うんね、受け止めて検討するという立場です表明をしてないんでね、カメラがみんな追っかけるわけですよ。ああで、どうでもいい話のところで、やっぱり記者さんが、まあ、要はあの例えば、今日は待機児童のことをちょっとやってたらしいんですけども、そうすると。 4年後もこれをね、地位としてあの、えー、見届けたいですかって質問をしたら、なんかずいぶん遠回しな質問なのねみたいなところで、まあ、こうやってね、引っ張るっていうのは、小池さんはなんかあの、テクニカルなところは、実に小ずるいというか、うん、あるなあと思っていてね。 まあ、あの7つのゼロ、待機児童ゼロ、介護離職ゼロ、残業ゼロ、電柱ゼロ、満員電車ゼロ、玉格差ゼロ、ペット処分ゼロ、ペット処分はどうもゼロになったら,らしいですけども、これにね、さっき、三枝さんもおっしゃってたあの、太陽光の条例っていうのは、これ、公約に入ってないんですよね、全然ね。えー 入ってないことをなんか、あのことほど採用に、えー、中心に掲げて、えー、今日にやってくるってことでね、まあ、とにかく、あのー、都民の罰ゲームに、えー、なってしまいますが、どうか引き続き、あれ、告示はいつだっけ、えー、?6 月の20日か、6月の20日でする確かね、えー。だから6月の20日の、まあ、あまで。 ちなみにあの参議院議員の青山重治さんは、告示の前々日に出馬を決めたっていうこともまたあるんでね、その気になればね、できますんで、どうかちゃんとあの自民党もね、小池さんに相乗りするんじゃなくて、候補者を出していただきたい、日本保守党さんもそうなのかなという、副団長のご指摘もごもっとの通りだというふうに思います。お二方からこの件、都知事選挙で何かありませんか ガミ、まあ、さんもね、はいはしてるんですけど、うん、まあちょっと扱いも小さいですしね、まあ、お,年がお年なんでね、でねやっぱりちょっと、うんうん、やっぱり北村さんには出てほしかったな、個人的には、まあ、惹かれ物の子歌なんですけど、うん。逆にね、僕はね、行政から出てもよかったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だいたい東京あのの その職員、あれ副団長、東京都の職員ってやっぱり。優秀でしょ、それなりに。どうですか。すねあの。まあ、む、まあ、はっきり言って、まあ、国家公務員ぐらいに、優秀ですね。うん。ね。はい、あの、副団長言ったように、国家公務員並みに、ね、やっぱり優秀ですよ。ええー。大阪府知事、あの、府知事の、あ、い大阪府の職員もね。すごい優秀です。ええー。だから、まあ。あの、誰が。トップになっても、何とか。 いけるっていう雰囲気はあるんですけども、逆にね、本当にね、あのパリッパリのこの行政側から出てくるっていうのも、無名であってもね、ありなんじゃないかなっていう、そんな感じもしますね。うんはい、えー、それではあ3番、ね、これはあの非常にあの話題になっております。うん、それでは副団長 思いの丈をどうぞ私もあのこのツイートを拝見して、あそういえばと思ったんですね、えー、内藤裕也さん、えー、前世田谷区長候補という、えー、方で、これまで私はその詳しく存じ上げない方だったんですけど、まあ、プロフィールご覧,のご,覧のあのご覧いただけるんですが、あの元財務官僚、えー、政治経済アナリストということで、えー、2023年の、えー、区長、世田谷区長選に今、 えー、自民、維新、公明、えー、国民の、えー、応援で、まあ、出たけれども、まあえー、現職、保坂信人さんですね、あの社民党のに、まあ、残念ながら届かなかったという方なんですが、まあ、この方がですね蓮舫、えー、氏、都知事選立候補前に参議院のですね、えー、夏のボーナス300万円満額を受け取るのかと、えーまあえー、リードを立てた。 えーまあ、ツイートをされていて、ですね確かに今月中に、だから今日30日だから、今日明日中に辞職届を出さなくて、6月1日まで、えー、参議院議員を蓮舫、えー、氏が続けると、まあ夏、夏のボーナス300万円をですね、まあ、都民の税金ですよね、えこれをあ、都民じゃない、国民の税金だ、これをうまうまと、えーまあ、もらってから、えー、選挙に向けて、 えーまあ、やめると、まあえー、こういうことになるんですが、あのー、実は、えー、蓮舫氏は他の方についてです、ね、そういうことを批判したことが確かある方なので、ご自分はどうするんだろうと、うんまあ、いうことで、ねうん、内藤さんのご指摘は、私も極めて知りたいところです最悪さん、いかがですか。 いやー財務官僚の方ってやっぱり優秀ですね。<laughs> うん、いやー、これ、そうだよなって、やっぱりあの会見の時にね、あの出馬表明の時にやっぱりこれ、本当は聞くべきですよね。そうね,ね<ー>だから記者が聞いたらよかったもん。気づかなかったんだよな、多分、うん、僕がそこにいても正直、僕、アホなんで、多分気づかなかったと思うんですけどね、そうだよ、そう言われてみればそうなんですよね。いやー、もうこの視点、欠けておりました。 これは蓮舫さんにとっては痛いだろうな、さあどう、どうされるか、本当に、えー、様子を見,な見守らなきゃいけないですね、うん、蓮舫議員も、これに気づいてなかったかもしれないですね。あ<ー>なありえない、それはありえない、<laughs> それはそうそうっす、ね、やっぱり議員やってると分かります、<ー>やっぱり。でもやっぱりほら、ね僕、僕だったらっていうと、またちょっとあのいいかな、今のて撤回ね。えー <laughs> あの僕だったらってポロっと言っちゃったけど、例えば5月5日にね、もうしこたま準備をしていて、出馬表明を5月のいい5日にね、やるんだったら、これ、堂々ともらえますよ。だから今、蓮舫はなんか、しまったと思ったんじゃない <laughs> でもやっぱりほら <laughs> ボーナスの支給日って、すっごいやっぱ絶対忘れないじゃないですかだから、だからもらいたいと思うなら、6月の5日でも良かったわけです、出馬表明は。あ,あそうですよね。そういうこと。だから、それを早めにね、言っちゃったってことは、<laughs> は6月1日、席があの抜かなきゃいけないってことを今、突きつけられてるわけでしょ、蓮舫さんは。いや、黙ってれば気がつかないと思ったんじゃないですか、<laughs> 実際。 もう全然そんな気にもしないで、取れるもんは取ろうよみたいな感じだんですよ。うん、いや気づ、気づかれないと思ってたんですよ、たぶん。<laughs> 俺、たぶん気づいてなかったんじゃねえかなと思って。いや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 、ボーナスの気づいは、ちょう細かいですよ。まあ、それはあの蓮舫さんに聞かないと分かんない話なんだね意見があってそれでいいいと思いますね。<laughs> もっと僕は、あのすごいこと考えてるんじゃないかと思うんですけど、それは。<laughs> あのー、要するに、告示日まで辞職届を出さないで、告示日に立候補することによって、まあ、自然執行、これを狙ってるんじゃないかと思いますね自然執行すると、何がどう変わるいや、だから、もう要するに日割りでぎりぎりまでもらえるってことですよ。ああなるほどね。とりあえず、蓮舫さんに聞いてみましょう。次行きます誰,も誰も気がつかなければそれ、<laughs> そうなりますよね、今。 吉田先生が言ったことがね。で、3番いきます、えーあ、ごめんね、4番いきます、で、えー、と石丸市長、ね、もう今日あたりで、えー、話題に出ることはもないのかもしれませんけども、高橋洋一さんがね、まあ、しばらく前に石丸市長ってどんな人かっていうようなことをちょっとあの分析をされたら、なんの実績もねえじゃねえかと。 ということを o、えー t u b e で、ねあのー、コメントされていらっしゃいますね、えー、もう業績も上がらないまま、そちらの方をポイして、東京に来るんでしょう、よくわからないな、正直言うと、ね、市長の後だと、えー、県知事になってというステップを踏むのが、普通だともう向上心が走って、えー、いるんじゃないかなという、えー、気がすると。 であとは、東京から地方文献を進めるという考え方に対しても、それもおかしいよなと首をかしげ、それは地方の首長が言うんだよ、東京の首長が言う話じゃない、これじゃ東京都民からはそんなにやりたかったら、広島県知事やったらどうだっていう話になるよねっていうことで、まと、あ、いたコメントがなされたということであります。 これについては、えー、副,副団長、どうですか、<laughs> 本当そうだよね、これ、実は前、ちょっと取り上げたこともあるあありますあり,あります、あります、あり<の>ます、本当にね、あのー、この指摘の通りでありましてで、そもそもこの方、東京に何の縁もゆかりもないんですよね、全然。でだから落下さんでやってきて何がしたいんだっていうかですね。 あの、なんその、実際の感覚何にもなくて、まあ、突然やってきてなんかできると思ってるのかなというか、あの、まあ本当に、まあなんて言ったらいいかな、まあちょっと、僕はちょっと、ちゃんとや,やれると思ってるんだったら、誠実さを書いてるというか、リアリティを書いてるなというふうに、まあ思いますね。あの、で、まあこの方、その、えー、まあ、秋高田市っていうところでは、 まあその化石みたいな議会を相手にね、あの新しいしその姿勢をやろうと思って、すごい戦った方だっていうところはまあ評価するんですよ。だけれども、じゃあ、その政策の中身が素晴らしいかというと、いや、実は一つ一つ検証していくと、そうでもないぞという、あのいろんな方のご指摘が、あのうん、確かにちっちゃなしで、新しい活用をこう、ね、あの改革の風を吹き込むという、 その精神性という意味では評価できるけど、サブスタンシャルに個々の政策について分析していくと、んっていうです、ね、ところがあって、それぐらいのレベルで都政なんかいじくられてたまるかという気持ちもありますね。で、での皆さんご指摘のとおりあの、私は中央集権派です、あの地方議員であれにもかかわらず、地方にあのわけのわかんない権限を与えすぎていると私は思っているんで、あの それをさらに東京を弱めて、なんか地方を強めるみたいな、わけのわかんないことを言われると、いや、絶対そんなことはさせないぞっていうふうにね、逆に決意が固まりますね。はいはい なんか石丸都知事なんていうのがあの誕生したら、男女共同参画の,なんかあの中心的役割、上の地図にあに就任してもらうなんて、そんなこと考えそうなんですが、そんなことも含めて、三枝さんからもコメントお願いしますいやもう結局、この方はそうなんですよね、あとはね、うん、この人、結構自分で、秋高田市の財政健全化を果た,た果たしたっていうふうに自画自賛してるんですけど。 周りから見ると必ずしもそうでもないと、そすぐその後に財政赤字に転落して、また黒字になったり赤字になったりっていうふうにしてて、まあ他の自治体とそんなに変わらないと、であとこの方がやったのは、とにかく廃止、廃止、廃止なんですよね、婚活事業廃止、観光協会廃止、もういろんなもの廃止してですね、田んぼアートも廃止したと、で廃止して、じゃあ廃止すれば財政が健全化するだろうと、素ろうとは思ってしまいますけれども、実際問題、他の市とそんなに変わらなかったのであれば、 じゃあこの方一体何のためにやったんだっていうのがね、結局、だからこの方の、あのー、なんか、あのー、スタンスはいつもこう、仮想的を作ってですね、それをこうやっつけたり潰したりとか、い,いわゆる典型的な小足がであり、典型的なポピュリストのような気がするんですよね、僕はそうとしか見えないので、まあ、この人、多分ん、友神さんより取れないんじゃないかなって、実は僕、思ってるんですけどね。はい あのね今ね、三枝さ,さん言いかけてね、ほかに敵を作ってっていう、これをね、ある人が指摘してました、で、僕、あんまり石丸市長のこと知らなかったんで、あの俺よく知ってるよっていう話の方に聞いたらね、やっぱりね、あのちょっと敵作って、それを攻撃してる様がね、あのネットでバズってるんだっていう、そういう言い方をしてましたよね。ちょっと、まあ、ちょっと違う。翼ののですね。ね、ううん。よ悪く言ああー、なるほど、ねあのうん 今ね、えーと、チャット欄にね、えー、石丸はミニ橋本って書いてあって、僕も今、ちょっとそれを言いかけた、格は違うんだけれど、ちょっとやり口はあ橋本さん系なのかななんてことをね、ちょっとあの思いましたね。もう橋本さんに昔あ、言いましたっけ、橋本さんに仮想的にされてですね、あはい,はい,はい。営新聞の三枝源太郎がってやられたんで。 もうああいう人を見ると、僕はちょっとブルブルっと、虫が走っちゃうんですよね申し訳ないですああの橋本さん、ご自身のねご著書にねそう書いてありますよね、まず敵作ってそれをボコボコにするんだとで、少しでもちょっと知識に欠けてるところがあったら、あそこのところだけガンガン言って、そんなんだったら他を語る資格はないよ、あんたはっていう、こういうね。 あの、ふっかけ方をするっていう点では。まあでも、石丸さんそこまでのレベルにもちょっと達してないんじゃないかななんて思うんですけどもね。副店長、もうよろしいですかはいはい。